コメントが。本当？はい、うん、じゃあ撮り直しよう。そうですね、うん、酒持ってきてるの、あのいいですか、うん、あ、これ冷蔵庫入れといてよ、これ。はいはいはい、はい、はい、お前、買いすぎでしょ、これ飲む。これあ、そうか、これ飲んじゃうと、あ、そうか、いけなくなっちゃう。そうそう、俺のせ、まあ、よっさんのせいでなんかいけないから、まあ、そうそう、確かにね、はい、じゃあちょっと俺だけいただきます、はい、これ入れてくんの、ね、入れてきて、ね、入れてきて、冷蔵庫めんどくさいな、ぬるくなったら飲めない。あ、これ水もらっていいですか、ね、あ、いいっす、いいっす、うん、これでもう泊まりか夜帰るわ。あ、泊まりか明日の昼ぐらい、明日、まあ明日の昼じゃあれか、朝帰んないとな、そうか、大丈夫、大丈夫、よいしょ、ふぅ、いやー、なんかすごいですね、なんかちょっといつもこの、なんて言うんだろう、後ろがちょっと、まあ一応 YouTuber 意識してるんですけど、うん、このバッグ、これ光じゃないの、あ、そうそうそう、ね、そうです、うん、めっちゃ光好きじゃん、あ、ね、知ってます、めっちゃ憧れてるよ、なんか、いや、めちゃめちゃ好きですもん、で、一時期なんかさ、髪型光にしてたじゃん、あー、ありましたねあったじゃねえよ、プレミアムリストの時だ、うん、去年の2月ぐらいだったっけな、うん、そんでなんか、すごいな、はい、髪型光にしてた、あー、ありましたね、そういうの、うん、でも光る面白いよね、俺も、いや、あのね、別に好きでは好きっていうか、はい、ただ動画として純粋に面白い、だってやっぱその 金誰も金持ってないから、金使ってほなできないじゃない、金に物を言わせて何でもやるじゃん、まあまあまあ、確かに確かに、誰もできないから、あれは正直、はい、よっさんって、うん、お、花火来ましたよ、花火、あ、ありがとうございます、花火、お疲れ様です、え、ありがとうございます、ひらがなの方、よっさんってはい、YouTuber 面白いっていうことあるんだっていう、ああでも YouTuber、はい、うん、面白いって面白い人いるでしょ結構、え、ヒカルはでも面白いよね、面白いと思う、うん、え、ヒカルの動画とか見るんですか、うん、え、例えば昔ラファエルとか見せてよ、へえ、うん、あのこのなんか仮面の人、いや知ってます、それぐらい知ってますよ、へ、うん、え、例えばどういう動画面白いとか、ヒカルはだからなんかさ、はい、なんかあのなんだっけ、お祭りのなんかくじを、まあまあ、あれ一番有名ですね、そう、あれ面白かったな、確かにそうなんだ、そう、あれだって誰もできないじゃん、いや確かに確かに、あんな金使ってさ、確かに確かに、うん、普通のお金持ってないと無理ですよ、あれ確かにそうですね、うん、だから結構パクってなんかコレコレさんとかやってましたけど、ね、あ、そう、みんなそうパクりじゃん、そう、そう全部やった、確かにあれ一番最初にやったのヒカルですからね、そう、あれ再生数やばかったもん、確かにあれはみんな見たが、うん、ね、あれはもうすごいよもう完全に入ってないのもね、うん、それを完全に暴いたから、あ、はい、ドレミファソシラドさんありがとうございます、来た、ありがとうございます、最近なんか結構調子いいよね、あ、俺ですか、うん、なんかいつもなんかマウスランキングの方上位にいるじゃん、最近なんか、いやでも本当これ投げる人いるかいないかっすから、本当これは、うん、だ低迷してる時と、うん、こう上にいる時が結構差が激しいよね、あーまあそうっすね、確かに、ね、最近調子いいなと思って見てる、うん、なんていうの、なんかこのマンスリーの、なんかマンスリーっていうかこのふわっちって、うん、要するになんかこう慎吾稼いでるな、うん、いや稼いでる人って基本的にもうどこの枠もほらこう同じ人が投げてるだけじゃないですか絶対、うんうん、でそれでなんていうんだろう、こうなん、まあ、要するになんかふわっちりを花火師とか言われるような、なんか爆投げする人が、うん、なんかこうその人だけに投げると結構そういう人が結構稼げる世界じゃないですか、まあ、ネットホストとかそうじゃないですか、僕の場合、ね、そう、うん、結構なんていうの、そういう人がなんか、まあ、僕だけじゃなくいろんな人にも投げたりとか、うん、あとなんかこうその差が激しいんですよね、なんかその、うん、投げてくれるとき投げてくれるとき投げてくれないときは、ちょっと月250稼いでんの、いやそこまで言ってない、そこまでやばくない250ってそんな言ってないですよ、だ本当マンスリー稼いでる組って本当そうだと思う、だ同じ人がずっと同じ人に投げてるっていう感じだから、うんアムチンはでもさ あれ一人じゃないんじゃない、あれらしい、2,3 人いそうじゃない、なんかアムチンってあれらしいですよ、なんかあの韓国の、うん、なんかガチのなんかスターが投げたらしいですよ、そういや本当にこれガチらしいです、あのあそれ金持ってるから、そう韓国の本物のなんかすげえ有名なスターらしいですよ、でその投
投げたアカウントがツイッターと連携されてて、うん、それが本当に韓国の本物の人だから、だから連携されてるから絶対本物、うん、あそうだね、そう分かるもんね、こうだからあのリスナーも分かるもんね、そうこうしたら、ね、そうそうそう、いや本当らしいですよ、ペヨンジュンとか、いや多分ペヨンジュンじゃないと思うけど、うん、でもなんかすごい有名な人らしいですよ、有名な人もう10万とかフォロワー5万とかなんかそう言ってる、え多分もっといるんじゃないですか、分かんないけど、いや俺もなんか人から聞いたんであんま知らないですけど、らしいです、それはちょっとやばいね、いやでも本当スターとか金持ってますからね、いや誰かはよく分かんないですよ、でも有名な人らしいですよ、でも誰か見てたんでしょそれ、そう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 、ハゲてるって誰が、俺が、俺ハゲてないよ、いや俺ちょっとハゲてますから、あそうなの、最近いや最近ってかちょっと前、最近、いやでもハゲてないから、いやこれねハゲてないように見えるだけなんですよ、うん、こううまくハゲない、ハゲてないように見せてる、ああそうこうやって、はい、うん、こうハゲてるところ、まあ、俺も最近髪薄いんですよね、なんか髪薄くなってきちゃった、あまあ若干ですね、若干、うん、でもまあこれぐらいだったらまだ全然、まあまあまあ全然ですよ、全然全然、あミキチンさんありがとうございます、大好きな二人ありがとう、本当ですか、ありがとうございます、いやでもなんか正直、うん、俺あんまりなんかふわっちのコラボで俺あんま向いてない気がする、俺だっていやあんましないじゃん、いやまあそれもあるんですけどなんていうの、なんかその俺結構平和主義なんで、うん、なんかふわっちの人たちってこうなんか、あこの人とこの人が揉めるなっていうなんか予想つくじゃないですか、リスナーも、うん、そういう時になんかその2人のなんか もともと持ってる閲覧よりもドカってきたりするじゃないですか、うん、こいつら絶対喧嘩起こるだろうみたいな、うん、でも俺って基本なんかこう平和主義でそういうのしないんで、うんうん、だからなんかこう揉め事が起こらないとね、そういう展開が起こらないから、うん、なんか結構人とコラボとかしてもあんまり閲覧伸びないっていうか、いやそんなことない、あの藤子の時結構来たんじゃない、いやまああれはなんか企画自体があれですから、うんうん、企画自体のやつだから、そう。で本当のなんかリングのとこ行ったんですよ、あの貞子のなんかモデルになった、撮影モデルになったの、撮影されたところ、多分モデルになったところなんですかね。そう。まあまあまあその女の人の時はね、まあいろいろありましたけど。吉江さんまあ話しても終わったのかも。そうですね。じゃあのお中元ね。あのラスク買ってきたね。あいいんすか。そうちょっと、はい、あれ渡したいんだけど中生さんに、はあ、寒いっすか、寒いっすね、あいや寒くない、本当すか、涼しい、うん、あなんか男と女のコラボってすごいなんか爆発的に伸びるじゃないですか、なんかなんだろう、うん、なんか昔からニコ生からのなんか、うん、昔からのほらこうホテル行けみたいな、ホテル行くんじゃないみたいな流れが多分あるからだと思うんですけど、うん、男と女のコラボって爆発的に伸びるじゃないですか、まあね、男と男のコラボがドラゴンボールでいうフュージョンだとしたら、うん、ほたらがあったりですか、ね、男と女だとそうなんかありますよね、そうなんか昔からのなんかこうホテル行くんじゃねえかみたいな、うん、まあでも最近フワッチ厳しいんだよ、ホテル配信するだけでバンあの放送止められちゃう、えそうなんですか、そう今、え本当にマジそう、あの、ね、ビジネスホテルだったらいいんだって、はい、だけどそうなんだ、ラブホテルで男女2人で放送したら止められちゃう、はい、えそうなんですか、いやマジでこれ、え知らなかった、それはビジホだったら大丈夫らしいけど、はい、でラブホテルで配信するのは規約違反ですみたいに来るらしい、あそうなんだ、え知らなかったそれ、うん、マジか、かき氷そんな早く閉まっちゃうの、いやでも多分今から行けば多分間に合いますよ、うん、行く、多分行きます、かき氷、かき氷放送できるのって、あできます、まあ、正直よっさんと行くと、ね、この閲覧だと分かんないですけど、いやでもね俺マジで通報来ないんだよ、本当っすか、いや本当に俺どこ行っても、はい、ここに入りますって放送で行くじゃん、はい、で30分ぐらいゆっくり食っても1回も通報来ない、マジっすか、マジでアンチいなくなったの俺、マジでアンチがいなくなった、本当マジっすか、もう雑談たんだけど誰も見てないもん、1人とか2人とか3人とか、あ俺も雑談たんだけど見てます、そう花火やってます、花火、金雑魚は芝居、いや金梅さん外出ないからもう、うん、まあまあまあでもあの人もなんだかんだ自粛はしてるんだなっていう、自粛しすぎでしょ、うん、ね、もう全然家から出ないんだよもう、あ金梅さんも、はいはいはい、
いやでも俺は本当一瞬だからな、でも高速が取れてる。あ、どうも。すいません、お久しぶりです。あ、いやいやいや全然、うん、はい、あのさっきはちょっとそっちあのお土産買ってきたんで、あ、どっかあると思うんですけど、 ありがとうございます、はい、はい、すいません、ちょっと美味しいラスクなんで。あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます、はい、ね、私も大変でね、慎吾さんにお役行されるから、はい、もう本当、はい、すごいでしょ、もうね、恐ろしいんですよ、生きてるのがもうね、苦労しますよね、苦労しますね、はい、あ、花火ありがとうございます、本当に大変なんでね、こんなお役子はないですね、心配でね、まあでもね、なんだかんだやっぱ可愛いですからね、可愛くねだって2万2000円使うんだよ。え、2万2000円、うん、水代が、水代っていうのは何ですかそれ、あの水道代ね、洗濯とか、はいはいはい、お風呂入るじゃない、はい、40分までシャワー出しっぱれで40分減ってらじゃーん、何やってんの40分のシャワー、いや普通になんかこうあの湯船使うの嫌いなんで、うん、ずっとなんかこうやってやってんの、はあ、なんか浸かる湯船をさ体洗って、はい、シャワーってこう流すだけですよね、そうっすね、だから体洗ってる時は出しっぱしなしです、ね、出しっぱなしだから、はい、2万2000かかんのよ、いやでも水道代でも3万あげたじゃないですか、うん、3万だけな初めてだよな、2万2000円あげたの、一応あげたんですよ、一応あげた3万、今月ね怒ったんですよ、はい、2万2000円だよ、あ、それ3万も、でも一応言っとくけど2万2000円って全部俺が使ってるわけでもないからね、まあ俺の率は多いだろうけど、だけど私あの役場あんたのお金払ったよねまあまあまあ200万も払ったよね、あんたの税金、あの住民税、税金、住民税200万払いましたよ、住民税200万ってことは住民税とね、いろいろほいでね、はい、あのあとあれです、あの張り紙されたんです、うちの玄関に、それは差し押さえって、差し押さえ、それはアンチ、それはアンチ、それはアンチ、差し押さえ、うん、差し押さえされるって、じゃあそれはあの剥がすためにまた住民税の剥がすためにまた貼られるんですよ、もうだから私恥ずかしいですから、それはあの役場がやってるんじゃなくてアンチがやってるだけだから、吉田さん座ってくださいよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、ね、だから立ってんのつ、辛いの、ね、私俺も足悪いんで、そう私もそうなんだけどねもうね苦労だからね、もうこのまま死んじゃった方がいい